学ランを脱ぎ、赤い夕日を背にした男、船木和夫。彼の人生はまるで映画のようなドラマに満ちています。今回の動画では、彼の輝かしいデビューから始まり、突然訪れた試練の時代、そして感動のカムバックまで、船木和夫さんの壮大な物語を深掘りします。彼が直面した個人的な試練から、家族との強い絆、そして音楽界への華々しい復帰まで、視聴者の皆さんを船木和夫さんの音楽と人生の旅へとご案内します。さあ、この動画で彼の人生の軌跡を追いながら、船木和夫さんがいかにして学生服のアイコンから芸能界の生きる伝説へと昇華したのかを見てみましょう。まずは船木和夫さんの早期の成功と多彩なキャリアについてです。1963年、高校を卒業したばかりの若者が音楽業界に一石を投じることになります。その若者とは船木和夫さんです。彼のデビュー曲高校3年生はリリースからわずか1年で100万枚の売り上げを記録し、彼の名を日本中に轟かせました。この曲は当時の若者の心を捉え、船木さんを一躍スターダムへと押し上げたのです。船木さんのキャリアはただの歌手に止まらなかった。彼はその後も音楽だけでなく演技の分野でも才能を発揮し、多くの映画やテレビドラマに出演しました。彼の出演作は観客に愛され、批評家からも高い評価を受けました。彼の演技は、彼がただのアイドル歌手ではなく、本物の芸術家であることを証明しています。しかし、船木さんの成功の背後には、数えきれないほどの努力がありました。中学時代から音楽への情熱を抱き、名古屋の音楽教室でレッスンを受け、自らの才能を磨いていました。高校2年生の時には、CBC テレビの歌のチャンピオンに出場し、見事チャンピオンを勝ち取ります。この経験は彼の音楽キャリアの重要な転機となりました。デビュー後の彼の人気は音楽界における彼の地位を不動のものとし、彼は高校3年生だけでなく修学旅行学生広場など多くのヒット曲を連発。彼の歌声は1960年代を象徴するものとなり、今も多くの人々に愛され続けています。船木さんは単にヒット曲を出すだけでなく、その歌詞とメロディーで時代の青春の一コマを切り取り、多くの人々の記憶に残る作品を創出しました。彼の歌は昭和の時代を生きた人々にとってかけがえのない宝物となっています。彼のキャリアは音楽と演技という2つの異なる分野での成功という珍しい例です。船木和夫さんの才能は、彼がどのような分野に挑戦してもその才能を最大限に発揮し、成功を収めることができることを示しています。船木和夫さんの早期の成功と多彩なキャリアは、後進のアーティストたちにとって大きな刺激となるでしょう。次は船木和夫さんの個人的な試練と自殺未遂についてです。彼の人生において光り輝く成功の背後には、言葉では表せないほどの暗闇が潜んでいました。船木さんの生涯で最も試練の多い時期は1970年代の初頭に訪れます。この時期、彼は精神的、肉体的に極度の苦痛を経験し、生きる希望を見失いかけたのです。彼の苦悩は芸能界での地位が不安定になったことから始まりました。1970年に入ると、彼がこれまで活躍してきた歌謡映画の需要が急速に減少し、テレビドラマへの出演機会も激減します。この業界での突然の変化により、彼の仕事は急激に減少し、経済的な不安が増大しました。さらに音楽界での彼の地位も低迷し、ヒット曲を出すことができなくなります。心身ともに疲弊した船木さんは、自らの命を絶とうとする深刻な精神状態に追い込まれます。1970年と1971年には2度の自殺未遂を図ります。これらの出来事は彼の精神がいかに追い詰められていたかを物語っています。自殺未遂の後、彼は一命を取り留めますが、心身の傷は深く、回復には長い時間がかかりました。特に1972年には船木さんは一時的に公の場から姿を消します。宿泊していたホテルから失踪し、後に別のホテルで昏睡状態に陥っているところを発見されました。この時期、彼は再び自らの命を絶とうとしており、睡眠薬を大量に摂取し、静脈に注射器が刺さった状態で発見されたのです。これらの出来事は船木和夫さんが直面した深刻な個人的な試練の一端を示しています。彼の生きる希望を見失いかけたこの時期は、彼の人生の中で最も暗い章の一つでした。しかし、これらの困難を乗り越えた彼は、その後の人生とキャリアにおいて新たな道を切り開くことになります。次は船木和夫さんの家族との絆についてです。
彼の人生の中で、家族は常に彼の支えとなり、困難な時期を乗り越える力となっていました。船木さんの家族生活は、彼の公のイメージとは異なる、温かみと安らぎに満ちたものでした。1974年4月29日、船木さんは松沢のり子さんと結婚し、新たな家庭を築きます。松沢のり子さんは、宮城学院女子大学音楽科を卒業した才女で、船木さんのファンであったことから二人の関係が始まりました。この結婚は、船木さんにとって大きな転機となり、彼の人生に新たな光をもたらしました。二人の間には淳さんという息子が生まれ、船木さんの家庭は幸せに満ち溢れていました。息子は慶応義塾大学を卒業後、一流企業に就職し、結婚して家庭を持ち、船木さんにとっての誇りであったといえます。しかし、船木さんの家庭生活は決して平穏無事ではありませんでした。彼の経済的な苦境が家庭にも影を落とし、自宅を売却するという辛い決断を余儀なくされます。この時期、船木さんは家族を支え続けるために、自身のキャリアと精神的健康を犠牲にしました。しかし、彼は決して家族を見捨てることなく、困難を乗り越えるために奮闘し続けました。家族への深い愛情は、船木さんが直面した数々の試練の中で、彼を支え続けた最大の力でした。特に息子の成長は、彼にとって大きな喜びであり、人生の重要な意味を与えていたことは間違いありません。船木さんの家族との絆は、彼の音楽や演技とはまた異なる、彼の人生の重要な部分を形作っています。家族と共に過ごした時間、特に妻や息子との関係は、船木さんにとっての安らぎであり、彼の芸術的な創造性にも影響を与えました。家族は彼の創作活動の源泉であり、彼の音楽や演技に深い感情と人間性を吹き込むことに貢献しました。船木和夫さんの家族との絆は、彼の人生の中で最も価値のある宝物であり、彼の芸術と人生に深い意味をもたらしたのです。次は船木和夫さんの復帰と現在の活動についてです。長い低迷期を乗り越え、船木和夫さんは1991年に芸能生活30周年を迎え、華々しくカムバックを果たします。この復帰は彼に新たな活力を与え、再び音楽界での彼の存在感を強く示しました。特に彼と同世代の中高年の女性たちを中心に、彼の人気が再燃します。これらのファンは、若かりし日々を彼の音楽と共に過ごし、その歌声に多くの思い出を重ねてきた人々です。船木さんは、彼らのために、そして彼らと共に年を重ねながらも、歌を歌い続けることを強く望んでいました。彼の音楽への情熱は衰えることなく、コンサートや地方公演を中心に、精力的に活動を続けています。彼のステージは、世代を超えて多くのファンに愛され、その歌声は今もなお、多くの人々に感動を与えています。さらにテレビ番組への出演も積極的に行い、彼の多面的な才能を広く披露しています。船木さんはただの歌手にとどまらず、舞台俳優としても活躍し、毎年座長公演を成功させています。このように彼の芸術活動は音楽に止まらず、演劇界においてもその才能を発揮しています。1970年代の初めに経験した試練の時期を乗り越え、船木和夫さんは芸能界での再ブレイクを果たしました。彼のカムバックは、困難に直面しても決して諦めない強い意志と変わらぬ才能の証です。船木さんの現在の活動は、彼がどれだけ芸術に対する情熱を持ち続けているかを示しています。また彼の音楽や演技を通じて、彼は自身の経験を観客と共有し、多くの人々に勇気と希望を与えています。船木和夫さんの復帰と現在の活動は、彼の長いキャリアの中で新たな章を開いたものです。彼は今もなお多くの人々に愛され続けるアーティストであり続けています。彼の音楽は時代を超えて人々の心に響き続けるでしょう。船木和夫さんのこれからの活動に多くの人々が期待を寄せています。いかがでしたか？船木和夫さんの人生はまさに山あり谷ありの連続でしたが、その全てが今の彼を形作る重要な要素となっています。彼の音楽は多くの人々に愛され、彼自身の人生の物語は多くの人々に勇気と希望を与えてきました。あなたが船木和夫さんの音楽や人生についてどのように感じたか、コメントでぜひ教えてください。また彼のどの楽曲があなたの心に残っているのか、あるいは彼の人生のどの部分があなたにとって最も印象的だったのか、私たちと共有してください。この動画が気に入ったら
いいねボタンを押してもっと多くの人に船木和夫さんの素晴らしい物語を伝える手助けをしてください。そして芸能界の他の伝説的な物語にも興味があるならこのチャンネルを購読してください。次回も見逃せない内容でお会いしましょう。